こありがとう。明日公演だって知ってた。セブンのルイボスティーのデザインが変わってました。1リットル。ルイボスティーが市民権を得て嬉しい。最近黒豆茶も市民権を得てきた。やはりね、流行るべきものが流行ってゆく。嬉しいもんだね。次はコーン茶だ。トウモロコシのヒゲ茶でも良い。でもコーン茶も最近コンビニとかにも置かれ始めてきて、
新潟涼しかったよね。なんか30度いかなかったみたいな。玄関開けた瞬間、いつもより涼しいってなったんだよね。ちょっと雨降ったし、結構ちゃんと降ってた雨、全然。別に眠くないよ。ありがとうございます。私これ言うの、初めてじゃないっていうかさ、何回も言ってきてるんだけどさ、私って別に今日何してたかとか一言も言ってないよね。それをさ、配信でさ、急にコメントでさ、言ってないことをさ、言われてさ、急にさ、街中で声かけられてさ、どこどこにいたよねって言われてさ、怖くない？普通に。今のは例えで、本人が言ってないことを聞いてくるのは正直気分は良くないです。だからやめてほしい。
今の街中の話は比喩表現ね。私はだから本当は別に配信だって普通に楽しくやりたいし、今日だってなんつったらいいの、タイミングを逃したからこの時間からやってるけど、みんなに楽しんでほしくてやってるんだけど、別にさっき言った話に限らずそういうコメントで怒るとかよりも怖いが勝つからやめてほしい。前にリカさんも話してたと思うけど、なんか寝起きとか寝てたとか眠そうとか体調悪そうとか頭痛いとか、そういうのって場合によっては心配の言葉になるけど、そうじゃなかった時とか、まあ、実際にそうだった時もそれでも無理して頑張ってる時もあるじゃないですか。だからわざわざそこをつつくようなことは言ってほしくない。別にみんながみんな そうなんじゃなくて、でも今日はちょっと思ったよりもそのコメントが多く見えたから、私は普通にちょっと嫌な気持ちになったっていうだけ。だから楽しみ、私の配信を楽しく見ようと思って楽しみにしてたみんな、ごめんね。まあでもどこか気に留めておいてくれたら嬉しいかな。明日は公演なので見に来てくださる方や DMM でご覧いただける方は楽しんでね。ごめんね初見さん、すいませんね、急ありがとね来てくれて。それでは壇上呼びます。ビールバラさん、シンチャロスさん、突破球さん、天使の分け前さん、赤道のターボーさん、サトシオンさん、ヒンチさん、クジチーさん、シンイチさん、ゆかおしじいさん、うっ、凍った、ベロさん、ヒョリゲタさん、トウゴさん、ありがとうございます。それでは皆さん、今日も一日
お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。